今回は中島翔也は日本を救うのか？をテーマにやっていくのね。そうだ。だってさ、中島翔也が日本を救うのか？とか絶対に。めっちゃ賛否分かれるからな。あなたそういう賛否出る話大好きね。賛否のない話題なんて面白くないだろ。ではやっていこうぜ。ところでなんで私だけ残機1なの？なんとなく？そもそも中島翔也って今必要なの？それな。中島翔也は癖が強すぎて必要不必要がはっきりすると思う。中島翔也を見る前に、現状の日本代表を見ていこうと思う。見ていくのはいいけど、中島翔也のポジションってどこになるの？現在所属しているポルティモネンセでは、左、トップ下、インサイドハーフをこなしてるからこの3ポジションを見ていく。じゃけん、各ポジションの問題点見ていきましょうね。まずはみんな大好き左サイド問題です。誰も好きじゃないんだよな。森保監督だけが好きなんだよな。私も思いますし、皆さんも思うだろうな。とは思いますが、左サイドは三笘が正解でね。直近の試合を見たらジョーカーよりも先発出場が正解よね。まあ、三笘だろうとは思うけど森保監督なら。南の左サイドだろうな。三笘はいいとして、南の左サイドで考えるとすると、南野の必要性自体に疑問が出ますよね。左サイドで考えるなら南野必要？って思うわね。なんだかんだ怪我とかでの離脱がない南野はずっと左サイドってのもある意味被害者だな。なんというか、変化するチャンスすらもらえないのが南野って感じですね。この間の親善試合4試合では大迫いなかったし、チャンスだと思ってたんだけどやっぱり、森保監督だったわね。真面目にあそこで南の中央や右サイドで試さなかったらいつ試すんだ？今回の親善試合で南のを左サイド以外で試す気がないのがはっきりしたな。そうなった場合に中島翔也は必要なのか？ってことですね。これは後ほど。次はトップ下問題ですね。ちょっと待って。今はトップ下ないわよね？そうだな。親善試合でもフォーメーション試さなかったし、やるとすれば 4-2-3-1 か？そうですね。このトップ下を考えるのもなかなか難しいですが、4-2-3-1 にした場合だと第一候補が鎌田でしょうかね。久保とか堂安とかもできるし、意外とできる選手が多いポジションだな。もともと 4-2-3-1 を使っていて、そこから不調になって 4-3-3 に変更した経緯がありますが、現状ではどうなのか？ってとこが中島翔也必要不必要論でそうです。これも後ほど。最後はインサイドハーフ。というか、インサイドハーフ多すぎない？多いし、中島翔也のインサイドハーフも結構未知数なとこあるよな。個人的にはこのポジションでの中島翔也はないかなぁ、と思います。これらを次で語っていきましょう。皆さんは中島が一番生きるポジションはどこだと思いますか？気軽にコメ欄に。はい。というわけでまずは中島翔也は左サイドで必要？ってとこから行きましょう。中島翔也っていうとこの左サイドのイメージが強いわ。プレイスタイル的にもここが一番の適正ポジションだろうしな。そうですね。彼のカットインからのシュートなど、この左サイドが一番の適正と言えます。というか、先にぶっちゃけると考えられる起用方法といえばここしかないと思います。まあ、そうだろうな。守備面の問題もあるし、できるだけ前線の方がいい。最近は守備強度上がったって聞いたけど、それでもお察しのレベルです。中島には守備は期待しない方がいいです。中島が癖が強いと言われるのはここで、チームとしてはかなり扱いづらい選手だ。どこのポジションで起用するにしても、中島は王様としてチームに君臨する必要があります。王様？完全に中島中心のチーム、中島に好き勝手やらせる必要があるってことだ。中島を脇役にしようとすると全く機能しない。扱いづらすぎる。おやかまんじゅう。何よ？お前生意気。あなたがね。というかさ、今の日本代表の王様って伊藤じゃない？中島を王様として今さらスタメンにするの？それですね。正直、スタメンで必要かと言われると私はいらないかなと思います。普通に考えれば一番の解決策は三笘だからな。そうです。そうなると一番の使い方は交代で流れを変える役割かと思います。だってさ、あなた王様じゃないみたいよ。なんやって。しかしさ、こういうドリブラータイプの選手ってジョーカー的な役割になりやすいわね。やっぱり流れを変えやすいのはドリブラーかパサーだからな。特に中島の場合は使い方がかなり限定されるので、現在の日本代表では途中出場が一番良さそうです。そして気になるのが中島と南野だったらどっちがいいの？南野も左サイドと考える場合、どっちかいらなくなるわよね。厳しい決断になるが、南の左サイドは正直、論外だろうな。ですね。南の左サイドなら中島の方がいいと思います。ふと思ったのがトップ南野で左中島とか面白そうよね。そういう柔軟な考えが欲しいな。南のをトップにするだけでも全然違うんだから。まあ、実際問題、今の日本には左ウィングが不足してる事実はありますからね。右サイドの充実からは想像できないほど左サイドは人材不足だよな。そんな背景もあるので、明らかに全盛期のコンディションに戻ってない中島待望論とか出るわけですね。他に誰もいないですから。
伊藤もクラブでやってたし、伊藤左サイドはダメなの？それたまに聞くんだけどさ、わざわざエースの伊藤を左サイドに持ってくる意味ってなんだ？確かに伊藤は左サイドもできるけど、一番は右サイドだよ。それをわざわざ左サイドに持ってくる意味がない。まあ、とにかく、三笘左に置けば解決なんですよ。それな。さあ今回は左サイド問題について考えます。なお、三笘は使えないものとします。こんな感じだよね。森保監督は縛りプレイが好きだった。次はトップ下ですね。そもそもトップ下ないやんけってとこですが、なんとかしてください。は？いやもう、トップ下あるなしに関わらず、フォーメーションは複数持ちましょうってことですよ。いやまあ、確かにそうだけど、今回は中島が主題だからさ、ポジションない話はしないでおこう。ポジションとは当てはめるものではなく、作るものなのです。森保監督と同じ匂いがする。鎌田もトップ下なくなってポジションどうするんだ？とか散々言われてたし同じさ。今話題に上がった鎌田でトップ下いいんじゃね？って意見があると思います。私もそう思います。はい、終了。まあ、南のトップにしての中島トップ下とか面白そうだけどやらないだろうな。やる必要もないと思います。それな。なんか今回妙にリアルな評価でやってない？あれみたいこれみたいで希望論を語るのもいいんですが、本番直前ですからね。割と現実的には考えちゃうよな。ぶっちゃけ個人的に中島めっちゃ好きなんだけどさ、今さらやる必要あるのか？今から間に合うのか？ってなるよね。それこそまたチームを一から作り直す必要が出てきますからね。4年かけてチームになってないから同じじゃない？それな。改めてになりますけど、中島って本当にサッカー小僧を絵に描いたような人物ですよね。すべてはサッカーを楽しむため。その影響でプレー以外にも影響が出てるのがなんとも、本当の意味での天才なんでしょうね。だからこそ現状が残念です。また試合中にリフティングドリブルして後ろからえげつないタックルかまされる姿が見たいですね。私の見たい姿と違う。最後にインサイドハーフですが、これはあかんと思います。どうして？インサイドハーフって攻守両面求められてめちゃくちゃ難しいポジションなんだ。ここで中島を起用したらカオスなことになる。現在の日本代表は遠藤、森田、田中碧のバランスで成り立っていて、このうち誰か一人でも抜けたらバランスが崩壊するのはここまでで散々見てきましたよね。確かに。ここに中島入ったらそれはカオスになる気しかしないわ。じゃあさ、結局中島についてどういう結論になるの？私は左ウィングの控えとしては欲しいけど、それ以外ではいらない。ですね。前世紀のパフォーマンスには程遠いですし、なかなか厳しいと思います。ウプ主が好きな選手だけど、日本代表に必要か？と言われるとかなり限定的だな。序盤のまま順調にいってたら中島はどうなっていたかな。まあ、それを言い出したら日本代表もですね。当時は中島に頼り、伊藤、三笘。歴史は繰り返すんだな。個人で打開できる選手が出てきたからこそ、助かってると言えますし、そのせいで改善できずその場しのぎできてしまったとも言えますね。皆さんは中島必要だと思いますか？それとも不必要？これはかなり意見が割れそうね。だからこそ議論の意味が生まれるのさ。マリサかっこいい。余計なおしゃべりはいらねえ。終わろうぜ。マリサかっこいい。褒めてもなんも出ねえぜ。あんこがはみ出るくらいさ。いらないです。さて、それではまた次回。オンリーポー。